そして今度はフェザー級の4回戦ご覧いただきましょう。綱島恭平と藤山健二の一戦です。赤の綱島恭平、RK 蒲田ジム、かなり綱島のパンチが当たってますよね、うん、そうですね。藤山さん、はい、ちょっと左ストレートを真正面から受けすぎですね、うん、赤のグローブの綱島が3連続 KO 勝ちをして今3連続 KO 負け中というね、綱島はね、ここも藤山のパンチが当たり出しています。藤山は現在2連勝中、どちらも3勝同士、お互いこうパンチがあるような当たりですね。そうですね、3ラウンドかなりここは藤山が優勢に、ここも左上がってますね、いけましたね、ここは一気にねちょっと待ってみたいですね、はい、そしてラストラウンド、あっと綱島のワンツー見事に当たりました。真正面から顎にもらいましたね、連敗中の綱島が先にダウンを奪いました。連勝中の藤山がダウンを奪われてのラストラウンドですが、これ本当にどちらが倒れてもおかしくないというね、すごい打ち合いですね、すごい打ち合いですね、平野出血をしています。すごい、うまく割り返す、ガードの上からでも渾身のパンチを藤山も出しています。すごいハードな打ち合いでしたね、ナイスファイトでした。フェザー級の4回戦、お互いに健闘を称え合います。以上3対0の採点をしまして、勝者赤コーナー綱島綱島恭平が3対0の判定勝ちで連敗ストップ4勝目を挙げました。